はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムイフアンヤ王国編第21章ですね、やっていきたいと思います。ちょっと最近戦死者がね多すぎて、あれなんか始まった。おお、メイドじゃないか失礼します、ミカミックス様、お久しぶりでございますね。実はミカミックス様たちと別れた後、ずっと気がかりでした。今ミカミックス様たちはご無事だろうか、長い戦いで苦しんでいないだろうかと、そう思ううちに次第に願うようになりました。私もミカミックス様たちと共にありたいと。これからは私も加勢いたします。どうかおそばに置いてくださいませ。おー、やった、フローが仲間になって。今メイドがね足りないんですよ。メイド全滅しましたからね最後のメイドフローラレベル5かよ。どうなんだろうな、ちょっと今回は見送るか。もうこいつは使い物にならないからな。じゃあ変えよう。名前じゃないし、城の名前じゃない、羊を変える。俺はちょっと今生き残っているフローラにして、あとはちょっとここら辺のやつだとちょこちょこ話して、何にもないだい。あれ、よし、力とかが上がった。ここら辺の施設はいいかな。そうだ、新流石を手に入れたから、流石は外して新流石にしよう。むっちゃ攻撃力強いなこれ。25戦闘後能力減か。だいたい強い武器ってね、なんかマイナス能力がついてるんですよね。あとなんかあったかな、小判は別に持っててもいいか。マスタープルフちょっと預けよう。傷薬とか大丈夫かな。まあいいか。じゃあちょっと物語の方を進めていきましょう。21章、黄泉の階段。風の部族の村を通過したアンヤ軍は、白夜王国との国境へとつながる黄泉の階段に差し掛かる。だがそこで待ち受けていたのは白夜兵たちではなかった。ということで、黄泉の階段なんてあるんだ。しかも白夜ではないと。あれ、クラケンシュタインだ。ガロン王様も久しぶりだな、そう思うと。マクベス、てんてんてん。ミカミックス様たちは無事に部族の村を通ったようですな。ここに来るまでに手足の1本や2本でも失うかと思いましたが。いや、手足の1本や2本じゃなくて仲間を相当失ったよこれでは何も面白くありません。王もそろそろ退屈なさっている頃でしょう。軍師マクベス、すでに次の策を講じてございます。舞台は黄泉に続くと言われる白夜一の難所。お仲間が何人いなくなるか楽しみですな。いや、これ以上ね、仲間がいなくなるのは勘弁してほしいよ。本当にたっぷりと絶望に沈んでくださいませ、ミカミックス様。あなたの嘆きこそ王を満たす愉悦となるのですから。いやー、マクベス、俺はもうすでに仲間を失っているんだ。ん、ここが黄泉の階段か。なんて長い階段だ。ここが黄泉の階段か。そうね、ここを抜ければ白夜王国の国境にたどり着ける。おそらく多くの白夜兵が待ち受けてるに違いないわ。けれどここ以外に道はないから、奴らがいても強行突破をするしかない。覚悟しておいて、ミカミックス。ああ、分かった。お、大変です。お前は役殺達ではないか。白夜兵がいたのか。はい、いえ、そうなんですけど。でもそうじゃなかったっていうか、そのハマワン。もういい、フェリシア、報告は俺がする。お前も役立たずじゃないか。ミカミックス様、私からご報告を。先ほど偵察に行った際、階段の先に白夜兵の軍勢を発見しました。ですが皆すでに命がない状態で、階段は屍の山となっておりました。なんだって。皆さん強そうなのに一人残らずやられちゃってて、ここで何かあったんでしょうか。まさか先に暗夜兵の別部隊が。いいえ、それは考えにくいでしょう。
もし別部隊がここにたどり着いたのだとしたら、私たちを追い越すときに気づくはずです。もう一つの進行ルートである無限渓谷を渡ったのだとしても、王都を通り過ぎてわざわざここに来る理由はありません。安心なさいな、ミカミックス。理由はどうあれ、敵がいないのは好都合よ。新手が来る前に早くここを通り過ぎてしまいましょう。ああ。それに白夜兵はどうせ僕らに倒されるはずだったんだ。手間が省けてよかったじゃないか。だが。おお、怪物の声だ。なんだこの音は。音っていうか声じゃん。ノスフェラトゥ。階段の先からノスフェラトゥさんたちが退去して押し寄せてきますよ。白夜兵をやったのはこいつらだってことかよ。仕方ない、行くぞペリシア。いや、お前らはいけないから。よく戦えるな、戦闘に参加しろよ。いや、普通に戦ってんじゃねえかよ。ダメだ、倒してもキリがない。みんな一時撤退だ。ダメだよお兄ちゃん、反対側にもいっぱいいる。そんな挟み撃ちにされたのか。お父様ったら、こんなにいっぱい送り込んできたらしいね。ね、カミラ姉さん、そんなこと言ってる場合じゃないよ。何かおかしい、こいつら数が多すぎる。父上が差し向けたものだけではないということか。だとしたら一体誰が。とにかく今はここを切り抜けることが先決だ。ノスフェラトゥたちを倒して階段を突破するぞ。みんなどうか気をつけてくれ、誰一人死なないでくれ。っていうか、まあマクベスの仕業だろ。みんなマクベスのことどう思ってんの。だってどこまでだ。フランネルも出てんな。フランネル普通のガルーだからな。レベル15。フローラちょっと何も装備させてないから、どうしよう。獣だから銃石とか使えるのかな。ちょっとじゃあガルー出すか。なんでまずはまあちょっと恒例のドーピングをするんで。はい、ドーピング終了したんで戦闘開始。ちょっと待って、マップ配置一応見とこう。龍脈がいっぱいあんな。うん、このままいきますか。じゃあいい、ミカミックス、こいつらは際限なく現れるみたいよ。全員を相手にしていては先に進めない。一気に駆け抜けましょう。全味方突破。おお、なるほど。この龍脈は敵を移動負荷にする。結構いいんじゃないですか。とりあえず攻撃できるやつは攻撃していこう。あ、強えな。ノスエラってもしや結構強い。レベルアップ。これを本当に毎回忘れる。戦闘アニメ。あとはちょっとマークスここに置いて龍脈を使おう。じゃあおお、氷漬けになった。でアクアで歌って、まあこれは左右に分かれる感じかな。あ、こいつ射程長いんだよな、岩の塊。できれば早急に倒しておきたいからな。飛んでる二人を派遣するか。大丈夫か、こう当たらないな。斧の方が当たらない。むしろこいつは、うわ全然ダメだ。超防御力高い。仕方ない、さすがジークフリート。ジークフリートを持ってしても22か。多分ノスフェラトゥは射程1しかないから、射程2から攻撃していけば多分大丈夫。あれ、めっちゃ強い。2回攻撃か。ダブルファイヤー、すごいでしょ。攻撃は食らわないはずだな。あの岩石くんだけ気をつけてれば。
ちょっともういいや、下のやつらは相手にしないでいこう。で、そうすると、ここだとこいつの攻撃を食らうんだよな。でもあんまり食らわないな。だから、こいつを倒そう。まず邪魔だ。テオノと槍だったら、テオノの方がいいか。おお、謎のこいつは。そうだ、ゲロ吐いてくるんだ。このモンスターあんまり出てこないっすよね。倒せないか。倒せるか。いてー。まあここはこいつに任せると。先に神田で攻撃しといた方が良かったかな。モズメも左から行く、右から行く。小判を大量に手に入れるな。幸運上げてくっかな。そうすると確か幸運のパーセンテージで小判が手に入ると思ったんで、よし、こういう舞台で行くか。うん、狙ってくるか。 49% 当たるか。当たった。2。おお、来るねー。そうするとこいつここまで行けるから、一旦レオンで龍脈をかけて、アクアで復活させて殲滅にかかろう。そうするとここにジークフリート置いて、あ、防御力は高いけど攻撃力はそんな高くないな。レベルアップ。なる。こいつら機動力が少ないやつがちょっとあれだな、置いてかれんな。ドラゴンマスターの方で倒そう。レベルを上げるためにお前には死んでもらう。倒せないか。サンダーがやっぱりちょっと弱いんだな。うおー、守備しか上がらない。バシュッと。これ強い、マジで。あれ、こっち行けなくね。これを壊すってこと。え、どういうことだよ。いけねえじゃねえかよ。超騙された。やばい、かなり無駄をしてしまった。まさかこんなトラップを控えていたとは。ひどすぎる。あと動いてないのはこいつか。倒せねえのかよ。じゃあ当たらないところでいくか。お、クリティカル結構出るね。クリティカル勝てると思った。ってことはもうマークとレオンで前線を突破するしかないか。龍脈がないな。龍脈がカミラを動かすか。ここにで、こいつでぶっ倒して、ほい。こうやって手を乗ってみるとなんか超弱そうだな。木の先に刃物がくっついてるだけみたいな。あ、ゴーレムがまだいるのか。あ、間違えた。ゴーレムを攻撃すればよかった。ノスフェラトゥを攻撃してしまった。いくつ食らう。まあ耐えられるか。共に戦う。ブリュンヒルデの力。うわ、9か。お、こいつが攻撃できるんで槍倒そう。こいつマジ攻撃力半端じゃないんだけど。多分力がすっげえあるからな。
これルート間違えるとちょっとめんどくさいことになるな。これ絶対左瓦礫でしょ。そうだ、いけないな。ラズワルドで、うお、すっげえ食らうな。まあでもこれで倒せるから問題はないと。僕の勝ちだね。ブレイブヒーローってそんなに特徴がないんだよな。なんか突出して何かが強いってわけでもないし、こいつ倒していきたいな。もう経験値は稼ぎたいといえば稼ぎたいけど、ここら辺の部隊が遅れてるよ。ガルーとかもう出した意味なかったな。うん、やはり狙ってくるか。来たか。ニョキニョキニョキっと出てくるよな。いって14、結構食らう。うおお、やばい。やはり射程が長いのは厄介だな。おお、かわした、ナイスだ。やつらあと何体いる。ゴーレムはこっちとこっちもいるか。龍脈が使えるな、まだ大丈夫だな。やっぱりマークスを前線に出して、こっち今度は間違えないように。くらえ。でレオンも前線に出して倒せる。31とか攻撃力の基準がわからん。こいつはちょっと魔法防御弱かったのかな。龍脈はこいつでいけるっしょ、カンナで。でこいつを歌って、回復がいけるはずだ。んー、リライブ、やばい、補充しないと全然ないんだけど。この右のやつはどうしようかな。空中部隊で倒していこうかな、せっかくだし。カミラで先に攻撃をすれば、あのバシューカ発動するんで。サンダーが弱い。でバシュッと8。よし、倒せんだ。ちょっとザコ狩りはこの2人に任せるか。もずめ小判どんだけ手に入れるんだ。2回攻撃できるだけでだいぶ違うな。多分こいつ、あ、じゃなくてカンナで倒せるかな。剣の方がいいかな。剣にっこりしてんのなんでだ。一緒に行こうぜ。お、竜突みたいなのが出た。カンナ何レベルだ。あ、でももう9か。あとこの遅れてる部隊を前に出さなくては。フランネルとか出す必要なかった。本当に出す必要なかったな。あと誰動いてないんだ。こいつか。うーん、ここら辺に置いとこう。しまった、アクアが狙われた。あーぶねー、やっぱすっげー減るな、アクア。うーほは、次食らったら確実に死を迎える。マジ回復させないと。レオンで龍脈を使って、今回はこの毎回龍脈を使うっていうのが重要だな。多分こいつ倒しとこう。ジークフリートかな。2回攻撃できればかなり強いんだけど、そういうわけにはいかないか。げーガードした。アクアここに置いて、で回復は届くでしょう。
エリーゼ杖リライブ、やばい、リライブはこれであと1個しかない。ここでこいつを前に出せば倒せない。よし、あ、上にいるゴーレムが鬱陶しいな。そうすると、こいつはこっから反撃を受けないうちで攻撃と。階段の上を取られてる。多分高低差っていう概念はないかな、これ。鋼の剣しかないのこいつ。みんなの盾になる。恨んでもいいよ。なぜド M かこいつは。届くか、届くけど倒せはしないか。この右の部隊はカミラお姉さんまでなんとかするか。反撃受けない位置がいいな。なんか微妙だな。ここだとな、多分次あいつこいつの攻撃を食らうんだよな。ま、仕方がないか。くらえで、こうだな。この二人もゴールデンコンビになりつつある。マークス・レオンもゴールデンコンビだけど、この二人もゴールデンコンビだな。この後ろのやつらマジ役に立たない。主人公が今回全く役に立ってない。やはり狙ってきたか。そろそろ減ってきたな。上に行った時エリーゼに回復してもらうか。カミラお姉様死ぬのはマジ勘弁だからな。よし、魔力が上がってくれた。くらえ。あれ、間違えた。敵の攻撃かよ。始めるぜ。やばいな、今ので神は多分だいぶ減ったぞ。ルーザマだね。レオンもちょっと減りつつあるな。おお、めっちゃ上がった。狙ってくるか。こいつの攻撃を食らうとな、基本回復しないといけないから。おお、ナイスだ。あそこ超溜まってる。まずこいつを倒さないといけないから。そもそもベルカで一回攻撃しとくか。標的は沈黙。おお、こいつ今回結構レベル上がるな。10レベル。覚悟。技がすげえ、技が。でカミラを上に押し上げて、で回復させよう。リライブがなくなったで、レオンでここの龍脈をかけて、でマークスでこいつを攻撃して、くらえ。20かと。別にゼロだから、かわしてもくらってもあんま変わらないし。ゼロ倒せないから全然弱えや。こっちにしよう。お、クリティカルが出た。これ倒せるな、ゼロの攻撃で。あっけないな。よし、いい感じだ。あの左のゴーレムが相当剤。よし、さすが強い。攻撃力はマークスに匹敵するな。アクアで誰を復活させるかだな。そうするとエリーゼ復活させよう。それで回復をかけよう。夏でいくか。夏でっていうか夏しかないけど。はあ、そこの地帯半端ないことになってる。フランネルがめっちゃ遅れてる。出遅れ感が半端ない。
ん、これ右行っても左行ってももう突破できるのか。そうするとあと龍脈が1個しかないな。そうするとここら辺の舞台をどう扱うかか。下のやつらはほっとくとして、危険予測でどこまで来るかだな。ちょっと一旦待ちを使うか。待ちって待つってこと単純に。ゴーレムはただ排除しときたいんで、ちょマークスとレオンを例によってこっちへ派遣して、おお来たー、ほらー、国のためだ。よし、それでこいつらが多分うんいい感じで来るから、カンナも左に置くか。こいつここに置いとこう、壁になってもらおう。誰を、カミラここに置いとくか。アクア弱いからな。28。モズメをこっちに置いて、こいつ応援使えるな。応援ちょっと固めてから応援使おう。何が上がるんだっけ、何の応援だっけ、技だっけ分からん、これだけだと。あと減ってるやつ、あこいつが若干減ってんな。夏祭りあと1個しかない。よし、このターンはちょっとこれで1回終わりにしよう。来るねー、見てー、銃そこそこ減るなー。いてー、これうざい、マジか。あんな必殺技を持っていたとは。いやーやばい、これを持ってるからやばいんだ。みんなこいつら相手にしてらんねえなー。そうすると今回はちょっとマジ龍脈を使おう。カンナだな。でここのターンでできるだけ敵を排除したい。お前のサポートはいらん。行っちまったか。ゲゼロ、意外にレベルが低かった。マークスを置くだろ、ここに。こっちに置こう。一ターンで倒せないっていうのがな、ちょっと痛いよな。たかが怪物ごときで。白夜兵はでも全滅させられたって言ってたからな。始めるぜ。ほい。勝てると思った。で、ここの舞台マジどうする。ガルーいけねえし。後ろのやつからちょっと徐々に攻撃していこう。まずちょっと新流石使おう。41とか異常な攻撃力なんだけど、でもこれ使うと攻撃じゃなくて能力が下がるんだよね。どんくらい下がるんだか知んないけど。よし、いい成長具合だ。おお下がった。でマジかこれ。手ありでいくか。いや強え、新流石強い、マジで。よし、これで徐々にぶっ倒していけば。カミラちょっとここに置いて
こいつを攻撃すれば3人当たるんじゃないか。やられたことはやり返す。くらえ。サンダーのクリティカルのエフェクトが変わんないんだけど、バシュッと。これで多分だいぶ楽になるだろう。こいつここに置いて、まどっちも倒せないから反撃を食らわない方でいくか。でモズメここに置いてこいつを攻撃する。モズメも早いのかな、大体2回攻撃だな。素早さも重要だな。そうすると経験値が手に入らない、どういうことだ。アシュラをここに置くか。クリティカル 34% 異常な高さだな。ただ攻撃力が超弱い、で経験値が手に入らない、もうそういう仕様なのか。無限稼ぎはできないってことっすね。そうするとちょこいつ遅いから、あ間違えた、エルフィやってたよ。操作ミスがひどいな最近。早々に突破した方がいいってことだな。そうするとか倒すだけ無駄か。ただこいつら今回動いてくるな。あ持ってるよな、バシュってやつ。いやこの3体はちょっと排除してこう。そうするとちょっと危険だな。ファイヤーで倒すんだろう。私もいるのに。くら。めっちゃ燃やした。でアクアで主人公いけるな。てか龍脈あんじゃんここに。新流石でどんくらい当たるかだな。結構当たるな。ドルルルル。だがドラゴンにかなうわけがないだろう。見てー、あ防塵がねちょっとやっぱり鬱陶しいんで。エリーゼ魔力高いって。ファイヤー強えな。グエー、お経験値めっちゃくれた。やったー。あ魔力めっちゃ高い、魔力33とか。よし、頭痛症を手に入れた。あんまり言えてなかったけど、ヒットポイントが1残る。頑張るね。もうこれは次のターンで消したな。カンナで倒そう。よーし、うまくいったよ。こいつってここに置きながら攻撃できるのかな。あ突破と攻撃があるのか。突破を選択しないといけないってことね。経験値入らない、悲しすぎる。あ突破じゃねえや。よしこれでここは全員倒したから次のターンで全軍突破だな。これ何が起こるか分かんないから、とりあえず仲間は残しておこう。この上で待機させておくか。いきなりよく分かんない敵がワンサが出てくる可能性もなきにしもあらずだからな。こいつらちょっとカット。出てきた。多分こいつらはねもう経験値持ってないんで、もう突破させよう。さよなら、さよなら。間違えて待機とかやったら超ショックだよな。さよならと。
突破だけだな、やることは。よし、オッケー、これでクリアだ。アクアを最後に残して女を見捨てて逃げる。まあ敵側のスフェラトゥーとゴーレムだけだったんで、大したことなかったといえば大したことはなかったっすね。突破したんじゃねえのかよお前ら。こいつら本当にキリがないな。うわ、どうした。いや普通に攻撃されただけじゃん。ミカミックス、大丈夫だアクア。だがこれでは階段を突破できないな。いやさっき突破ってやってたじゃん。どういうことだよ。ノスフェラトゥーたちの攻撃がミカミックスに集中しているわ。めっちゃ恨まれてんだよ。もしかして狙われているのはミカミックスなの。俺が、よし、俺がおとりになる。お前は先に行けミカミックス。いいか、お前はこの軍の大将だ。倒されるわけにはいかない。ここは私たちに任せて先に階段を抜けろ。その間こいつらは私たちで食い止める。そんな、しかし、そうね、マークスの言う通りよ。あなたはここで死んではいけない。この戦争を終わらせるためにも。だから先に行って私たちを信じて。ミカミックスは逃げながら戦う、マークスは追いながら戦う。つまり挟み撃ちの形になるなっていう作戦じゃないの。なんだ。防刃が入った、防刃が。行きなさいミカミックス。アクア、分かった、必ず後でまた会おう。でこれでノスフェラトゥーはみんなミカミックスを追いかけるんじゃないの。それを追撃すればいいだけでしょ。この剣何。俺こんな剣持ってたっけ。よし、予備の階段を抜けたぞ。向こうに白夜王国が見える。みんなは大丈夫だろうか。なんかいる。そうだ、追いかけられてるよ。なにー、しまった、ここにもまだ。こいつまたまた出てきて死んでった。なんなんだリリスは一体。突然物語に絡んできて死んでいく。どうしてだリリス、どうして俺をかばって攻撃を受けたりなんか。しっかりしてくれリリス。おお、人間に戻った。リリスその姿、ここら辺の下りは一緒だな。清流モローの情けかしら、最後にこの姿に戻れるなんて。そんな、ダメだ、最後だなんてそんなの許さない。死んではダメだリリス。ごめんなさい、私は初めてあなたの命に背きます。でもどうか悲しまないで、あなたを守れて私は幸せです。あなたが私を助けてくれたこと、おそばに置いてくださったこと、楽しかった日々の思い出はずっとずっと覚えています。いやだリリス、行かないでくれ。せっかくここまで来たのに、あと少しで戦争が終わるのに。なのにどうしてここでお前を失わないといけないんだ。泣かないでください。ミカミックス様、最後くらい笑顔を見せて。私はあなたをずっとお慕いしておりました。あなたの胸の中でこうして眠りにつけるのなら、私は何の悲しみもございません、ミカミックス様。バタ。リリス、リリス。気合入ってんな。なぜなんだ。なぜリリスが死なないといけない。俺は今まで何のために。あれ、こいつまだいたの。でも俺は戦えないというのか。ほんとこいつ役に立たねえなミカミックスは。情けなすぎるだろ。間に合ったか。危なかったなミカミックス。マックス兄さん無事だったんだな。ええ、私たちもなんとかあの場を切り抜けられたわ。待たせたわねミカミックス。アクア、すまん、俺はリリスを。リリスを。リリス、嘘、そんな。リリスは俺をノスフェラトゥーからかばってくれたんだ。俺は早く戦争を終わらせないと、もう誰一人死なせたくないと、そう思っていたのに。なのにリリスを俺のせいで死なせてしまった。こんなこと。泣いている場合かミカミックス。そうやって泣いていればリリスは生き返るのか。いいかミカミックス、
厳しいことを言うようだが、そうやって泣いていても自分のことを責めても事態は好転しない。ここが兵たちのぶつかり合う戦場でもお前はそうやっているつもりか。人が死ぬたびにいちいち動けなくなっていては、まだ生きている者たちまで危険にさらすことになるぞ。そうだ、いちいち人が死んでて悲しんでたら使い物にならない。私たちは今から白夜王国領内に入る。ここから先は誰が死んでもおかしくないんだ。たとえエリーゼ、レオン、カミラを、そして私を目の前で亡くしても、お前だけは立ち上がって最後まで戦わないといけないんだ。お前が迷ったら皆が迷ってしまう。だから立ち止まるな、何があっても。それがお前の雇の神に選ばれた者の責任ではないのか。兄さん、いやもうマークス、お前が大将やれよ。大丈夫だ、お前はこの軍のリーダーなのだからな。いやだからマークス、お前がリーダーになれよ。だからできるはずだ。迷いのない瞳で皆を導き戦うことが。迷いのない瞳。ああ、私はずっとそれをお前に教えたかった。皆をここまで導いたお前がこんなところで折れてはいかん。最後まで迷わず戦い抜け、何があっても。リリスだってそう望んでいるはずだ。そうだろ、リリスか。ああ、そうだな。リリスは最後に俺に笑ってほしいとそう言ったんだ。だからこうして泣いていてはきっとリリスは悲しむだろう。ありがとうマックス兄さん、目が覚めたよ。俺はもう迷わない、これから先何があろうと。そうか、いい顔になったな。それでこそ私の弟だ。では行くぞ、いつまでもここにいるわけにはいかない。わかった。いやこいつ絶対迷うよ、めっちゃブレるからな。ミカミックスとか言って、リリス待っていてくれ。こんな寂しい場所に置いていくことになってすまないが、ここからなら俺たちが進んでいく道が見える。リリスも一緒に行くはずだった白夜王城まで見えるんだ。どうかここから見守っていてくれ。大好きだ、今でもこれからもずっと。リリス、お前嫁さんいるだろ、何言ってんだよ。ほうほう、リリスが死にましたが、あの獣め、主人を守るなど忌々しいことを。お前さえいなければもっとミカミックスを苦しめることができたというのに。まあいいでしょう、これでミカミックスを守る盾は一つ消えました。あなたの絶望はこれで終わりではないのですよ。もうすぐもっと深く暗い闇がやってくる。その時まであと少し。また何か企んでんのかこいつは。というところで、また突如リリスが出て突如死んでった21章、これで終了したいと思います。